始まりました、ポケモントーナメントウルトラカップハイパーボール。ポケモンたちの技や特性を生かした素晴らしい戦略を見せてほしいものです。勢いのある攻撃、激しく当たった。さあ対するは軽い一撃、熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。乗っかかった、いい感じの当たり、おっとダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでバタフリーの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪、おっとこれは外れ。さあ今度はよし当たった。両者とも大健闘です。激しい攻撃、弱点をついた。おっと糸を吐いた。おっと素早さがダウン。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。これはどうだ、いい当たり、あーっと勝ったか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでメタモンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで破壊光線、重傷を捉えた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここでサイコキです。おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでオブスターの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。強烈な一撃、ここで防御力をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで10番ボルトだ。逆転をついた。あーっとジャンプだか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでまたのラスト登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、これは効いた。あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。
今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここでサイコキです。おーっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでストライクの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあ、これは激しく当たった。おっと、張り切っています。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃、いい感じの当たり。あっと、力尽きたか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでエビマラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。逆転をついた。あっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。おっと、ポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでピクシーの登場だ。さあ、まずは急所に当たった。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。いい感じの当たり。あっと、ダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでポケモンをチェンジだ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ、これは大きなダメージ。さあ、ここでよし、当たった。さあ、激しいバトルです。これはどうだ。いい当たり。おっと、ダウンだ。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここで呪文の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃、激しく当たった。さあ、今度はおっと、これはいまいち。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで10番スポルトだ。逆転をついた。あーっと、ガッツだか。ここで試合終了。
とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。戦う構えに入って、さあ手始めに。おっと、特殊能力がダウン。さあこちらはよーし、ヒット。さあ激しいバトルです。ここで10番ボルトだ。弱点をついた。あっと、ダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでサイドンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでドックラベの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで再起です。おっと、特殊能力がダウン。さあここで、おっと、これはいまいち。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃、効果は抜群だ。